すごいなそうですね、ヤマハ DX7 古いですね、これだってもう70年代です、確かこれ70年代後半か80年代ぐらいちゃうですよね。もうないの、もう売っ、あ、売ってはないんじゃないですか。サガダはもちろんないですよ。はぁ、あ、シンセの音が鳴らしてみて、シンセの、ね、どういうこれ、これ多分ね、これ1番から32番までこれ音色やんと思うんですよ。うわー、これすごいな。この緑の1番から32番までが入ってるんですよ。ちょっとシンセ書いてないの、コーラスとか。コーラスとか、あ、お、すごいですね。ベル、ベルですよ。名前があるんですね。帰りましょう、帰りましょうコーラスっていうのはこう、わーなんと、わーのもうないもん、そんなは。ストリングスですか。チャチーね、音当時のこれがまたね、いいですね。電子オーケストラ、これがオーケストラ。ハンドドッグのフォルテッシモのイントロみたいな。これは何ですか。揺れますね。要はね、ここね、1から30にあるじゃないですか、はい、ね、これ音色なんですけど、ここに紫の字と茶色の字あるでしょ、はい、でこの茶色の機能を使うときにはこの茶色のボタンを押すんですよ。なるほど。あとよう知ってますな。そしたらこれ茶色になったでしょ、うん、ならここの今何をやりたい、例えばマスターチューンアジャストやったら、ね、これをチューニングするときに茶色を押してここにして、でこのデータこれで、うん、エントリーでいじるとマスターチューンが効くと、なるほど。こうやって一個ずついろんな機能をこう自分でこう調整して、そんならこれ32なんて持ったのだっけ。そうです、そうです、ね、で音作っていて、それをカートリッジに入れるんです。ああ、自分で作って入れるんです。画期的やね、その頃にしたら。はい、だから例えばこれ何やの、モジュレーションってどこにあるの。モジュレーション、あ、これかな、モジュレーションシンシティビティ、押してみて、うん、やろ、はい、でこれで変えるやん。おお、ほら、これ0になったら聞けへんやんか、はい、うん、ここで2でちょっとだけ聞くでしょ、はい、でこれを上げていくと7まであるんですよ。こういうことをここで決めれるんですよいいです、なるほど、素晴らしい。よし、でもどこでなるかな40過ぎてるんで、これ現役で